一から学ぶ中学受験算数。今回は第72回、鶴亀山の応用丸3、仕事山の鶴亀山をやっていきます。ということでね、この鶴亀山の応用問題え、最後の3回目になります。今回はね、仕事山の中で鶴亀山の考え方を使うっていう問題ね。これもね、入試でよく出るタイプだから、しっかりとね、今日の授業も押さえていってください。ただね、やっぱり大事なことっていうのは、 え前回のね、授業でも言ってる、鶴亀山ってどういう問題なのかってこと。このことをしっかり意識することが大事。だからね、前回のポイントからね、ちょっと確認していきたいと思います。ちなみにね、えー、いつも通り動画の概要欄から授業のプリント印刷できますので、印刷できる人は印刷して学んでみてください。じゃあ早速ね、鶴亀山って何なのっていうポイントです。鶴亀山っていうのは、二つのものが出てくるんだったよね。 ものが2つ出てきます。その2つのものについて2種類の合計。これが分かってる問題のこと。これを鶴亀算って言ったよね。だから今回の問題もね、2つのものについて2種類の合計が出てくるんだから、それがね何なのかっていうのを意識しながらぜひ考えてみてね。そして鶴亀算と分かれば解き方は計算でやるやり方。この丸から 丸四丸の流れで解くやり方ね。そして、面積図っていうね、図を書いて考える方法。この計算と面積図、二パターンの考え方がありました。みんなはね、自分の考えやすい方で解いてもらっていいです。一応先生は、どっちのやり方でも、えー、解説の方はね、やっていきますので、よろしくお願いします。じゃあ早速、例題の問題見ていこう。例題。 A さんが1人ですると9日か B さんが1人ですると15日かかる仕事がありますこの仕事をはじめ A さんが1人で何日かしてその後 B さんが1人でしたら全部で11日かかりましたこの時 B さんが働いた日数は何日ですかという問題ですということでね みんなこの問題見て仕事算の問題だっていうのはすぐわかるよね。もう仕事っていう言葉が出てきている通り仕事算の問題です。はい。だからね、ま,あ、まずは仕事算の考え方で、ね、この問題一緒に考えてみよう。そしたら仕事算の問題ってまず初めにしないといけないことがあったよね。その通りです。全体の仕事。一体全部でどのくらいの仕事の量をしないといけないのかっていうのがそうわかってなかったよね。 だから、自分で何か数字を置かないといけませんでした。でね、置き方はね、別に1でも100でも1億でもね、何でもいいんだけど、考えやすいように、計算しやすいようにするためには、どういう数字を置けばよかったかって言ったら、そうです。はい、ここの思い出そう。見てください。思い出そう。仕事算のポイント。何だったかって言ったら、全体の仕事の量。 全部の仕事の量を最小公倍数これで置けば計算がすっごいしやすくなったよね。OK。今回だったら A さん B さん2人出てきてその2人 A さんだったら9日 B さんだったら 15日でこの仕事を終えれるんだよね。だから、この9と15の最小公倍数。つまり、そうです。9と15の最小公倍数。これって、45だよね。だから、よいしょ。全体の仕事量を丸45と置いてください。OK? じゃあ、そしたら、 このことから、ね、全部の仕事の量、丸45ってしたら、A さん B さんについてわかることがあります。そうです。まず、A さん。はい。A さんは、1日で。はい。どのくらいの仕事をするかっていうのはみんなわかるよね。そうです。全部の仕事、丸45っていう仕事。これを、 9日間で全部終えちゃうんだよね。ということは、1日でどのくらいするかって言ったら、そう、丸45を、はい、9日間でやるから、はい、9日で割ればいいよね。はい、計算すると、そう、丸45を割る9すると、丸5となるよね。OK。ということで、A さんは1日で、 丸五っていう仕事をするということです。OK? じゃあそしたら同じようにね、B さんもやってみようか。OK?B さん。じゃあ B さんは1日でと。たら。うん、その通り。B さんは丸45っていう仕事を15日でやるんだよね。だから、丸45。これを 15日で割るから、15等分すればいいね。計算すると、丸3になります。だから、B さんは1日で丸3っていう仕事をします。ここまでできたかなそしたらね、今回の問題っていうのは、この A さん、丸5ずつする A さんと、丸3ずつする B さん、合わせて、 11日仕事をするんだね。2人合わせて11日っていう仕事をします。そしてあとは、そう、2人合わせて全部でどのくらいの仕事をするかって言ったら、最初の置いたように、そう、丸45っていう仕事をするんだよね。ということで、もうみんな気づいたかな今回の問題、11日っていう合計、 そして、丸45っていう、これも全部の仕事の合計だよね。2種類の合計が分かってます。もちろん出てきてるのは、A さん、そして B さんっていう2人、2つのものが出てるよね。2つのものが出てきてて、そして2種類の合計が分かってる問題。その通り。だから今回は、 鶴亀算の問題だよっていうのに皆さんしっかり気づけるようにしてください。いいかなということでここからはいよいよ鶴亀算で解いていくと。はい、いうことです。鶴亀算で解く。はい。このことに気づいたらね、ここからの解き方は計算でやる方法、面積図でやる方法ね。二パターンあるから自分の解きやすい方でやってね。 じゃあ先生はね、計算でやる方法から説明していくね。じゃあいくよ。はい、最初は計算で。じゃあ先生やってみます。計算で解く。はい、じゃあそしたらね、計算でやる方法。はい、これって、丸1から丸4の流れでやったよね。はい、じゃあ先生書いていくね。最初にやること、丸1。 一番最初にやるのは、計算はそう。全部どっちかにするんだったね。つまり、今回 A さん B さん二人いるけど、11日っていうね、日にちずっと、例えば A さんがするって考えるか、11日っていうね、日数ずっと B さんが働いたってするか、どっちかでまず考えてください。どっちでもいいよ。じゃあそしたらそうだな。じゃあ先生は、11日、 すべて B さんが働いたってしようかな。B さんとするはいそしたら B さんは1日で3っていう仕事をするんだったよね。その B さんが11日仕事するんだよじゃあ一体どのくらいの仕事をするか出せそうだよね。そうです。1日で ③ っていう仕事。 これを11日ずっとするんだから、そう、11倍すればいいよね。計算すると、その通り、全部で丸33っていう仕事をすることになります。はい、ここまでいいでしょうか。そしたら次、丸2。はい、2番目にやることです。2番目にやることは、そう、本当の数との差を考えるんだったね。 今、十一日、全部 B さんがやったってすると、丸三十三しか仕事してないよ。でも本当は、どのくらいの仕事をする、しないといけなかったかって言ったら、そう、丸四十五だったね。四十五と三十三差があるよね。そう、どのくらい差があるかって言ったら、はい、じゃあ計算してみよう。本当との差は、 はいどのくらいかって言ったら五4 5三3 3だね五4 5三3 3はい計算するとそうこれが12となりますつまり今ね33しか仕事してないけど本当の45っていう数にするためにはあと12増やさないといけないね 増やさないといけない。ここまでできたかなそしたら次、丸三番。次にやることはそう、この12っていうね、仕事の量ね。あと増やさないといけないんだけど、増やすために、一つだけまず交換するんだったね。今回、全部 B さんにしちゃってるけど、まずは1日だけ。一つだけ。 1>, 1日だけ、はい、B を A に交換してください、okay? 1日だけ B さんが働くんじゃなくてね A さんが働いたってことにしてくださいそうするとどうなるかって言ったらうん B さんは1日で3しかしなかったよねだけど A さんは1日で5仕事するんだよお仕事する量増えるよね そう。どのくらい増えるかって言ったら、丸5引く丸3の、その通り、丸2っていうね、仕事の量が増えます。ここまでできたから、そしたらもう解けそうだよね。本当の数との差は、丸12だったね。丸12増やさないといけませんでした。1日だけ交換すると、丸2増やせるんだよ。オッケー。 丸十二増やすためには、じゃあ、一日だけだったら丸に増えるから、何日分交換すればいいかなって言ったら、そう。はい、最後にやることです。丸四。はい、最後はね、丸二の答え、割る、丸三。これをすればいいんだね。つまり、はい、全部の差、丸十二割る、一日で増える色。 丸二をしてください。はい、計算するとこれが、6となります。つまり、6日分 B さんから A さんに交換すればいいってことだね。つまり、B から A にね、交換する日数が6日だから、もちろんこれが、はい、A さんの、はい、仕事の日数になります。ここまでいいかな そしたら最後、求めたかった B さんの日数は言ったら、そう、全部で2人で11日働きます。それから A さんが働く日数、6日を引けばいいよね。はい、引くとこれが5日となります。ということで、この5日っていうのが、はい、B さんが働く日数ね。はい、ということで、今回の答えね。 はい。B さんが働く日数は5日間ということになります。できたでしょうかはい。ということでね、ここまでが計算でやる方法ね。そしたら、もう一つの面積図でやる方法。じゃあ、これも一緒にちょっと確認してみようね。じゃあ、いくよ。はい。じゃあ、先生、こっちに右側に、今度は面積図でやる方法を書いていきます。はい。じゃあ、もう一つの面積図で解くと。 はい、いう方法ね。面積図で、とくと。はい、じゃあ一緒にね、今度は面積図で確認してみよう。はい、面積図の書き方覚えてるかなそうです。長方形の絵書くんだけど、縦が1あたりの量、横が個数だよね。そして、この縦と横を書けて、面積が出ます。面積は、 合計を書くんだったよね。いいでしょうか。仕事座の場合、まず縦。1あたりの量って何って言ったら、そう。今回の問題だと、A さんは1日で丸5する。B さんは1日で丸3する。はい、この丸5と丸3ね。これが1あたりの量だよね。じゃあ、まずは A さんの方から面積図書いていこうか。はい、いくよ。まず A さん。 一あたりの量、丸五だね。はい。長方形の縦、丸五。はい。そして横。個数つまり A さんが働く日数だね。はい。A さんが働く日数、分かってないから、うん。じゃあこれはね、そうだな。四角日ってじゃしとくね。 はい、これが A さんがね、A さんの方の長方形です。できたかなはい、いいでしょうか。じゃあそしたらね、今度は B さんの長方形の図書いていこうね。B さんは1日で丸3仕事をするんだね。だから縦は今度は丸3です。はい、さっきよりも短い、縦がね、短い長方形だね。 はい、丸さはい、そして B さんの働く日数。これもわかんないから、じゃあ三角ってしとくね。三角日。ここまで書けたかな。そしたら、他に分かってたのは、そう、二人合わせて11日働くんだね。はい、四角と三角、二人合わせた日数ね。これが11日だよと。分かってるから書いとこう。11日。 そして、二人合わせてする仕事の量。合計、丸四十五だから。そう。真ん中に、丸四十五って書いておこうね。ここまでできたかな。はい。そしたらね、あとは、もう面積図書いたら、そう。この後は、つも通り、このね、でこぼこした形を、先生、ここに書いてるようにね、この下の赤色の長方形と、 上の青色の長方形に分けて考えるんだよね。はい、この分け方を、そう、横切りと言いました。はい、ここの横でバスンと。はい、切ってね、上と下に分けてください。よいしょ。はい、今先生が書いたね、この赤色の長方形と、もう一つはね、はい、この上の青色の長方形。 はい、これに分かれるんだね。じゃあまずはね、赤色の長方形から見ていこう。赤色の長方形。縦は丸3。横は11日だから。そう、面積が分かるね。丸 3×11。はい、3×11。計算したら。そうだな、じゃあ先生、ちょっとここに書くね。はい、丸3、13と。この赤色の長方形の面積が分かります。はい、みんな、出したかな そしたら、ね、この赤色の長方形、面積が丸33。ぜーんの面積が丸十五だったよね。ということは、そう、この青色の面積がみんな出せるね。丸十五から丸十三引けばいいよね。はい、引き算すると、この面積が丸十二と分かります。できたかなそしたら最後、この青色の長方形見ていこう。 青色の長方形。縦が、そう、丸5から丸3を引いて、丸2だね。そして、横はと言ったら、そう、下を見ると。ここ分かってなかったね。三角日ってなってま、あ、ごめんね。四角日だね。四角日ってなってます。四角日。はい。ということで、あとは青色の長方形見ていこう。 縦丸に横四角丸にかける四角したら、面積が丸十二になるんだよ。お、ということはね、2かける四角が十二四角いくつかなって言ったら、そう、もう暗算でも出せそうだよね。じゃあ一応先生丁寧に書くよ。はい、四角日。四角っていくつ言ったら、はい、面積の十二 これを縦の長さ、丸2で割ればいいね。はい、計算するとこれが6となります。はい、ということで、四角。四角は A の長方形の横の長さだったね。はい、つまり、この6日というのは A さんの働いた日数になります。OK? じゃあそしたら、もう一つの三角。三角の方は、 じゃあ何日なのって言ったら、うん、四角が6日だからね。四角が6だから。三角はって言ったら、そう、二つ合わせた11から、四角の6、引けばいいよね。11から6を引いて、そう、5となります。はい、この5、三角の方が、そう、B さんのね、長方形の 横の長さだったね。だからこっちが B さんの働いた日数ってこと。はい。ってことでね、求めたい B さんの日数はいつかと分かります。できたでしょうかということでね、今回の仕事算の鶴亀算ね。仕事算の中で出てくる鶴亀算やっぱりポイントはね、今までと同じで、2つ人が出てきてるかなっていうことね。2つのものが出てきてるかなってこと。 そして、さらに、2種類の合計が分かってるかなってこと。このことをしっかりとね、やっぱり意識して、で、問題を見ていくっていうのが大事。いいかな。どんな問題についても、やっぱりね、鶴亀山ってどういう問題だったのかってことね。このことが頭に入ってるかどうかで、解けるか解けないかっていうのが変わってくるから、ちょっとね、ここの問題も怪しかった人はね、繰り返し見てもらっていいので、絶対解き方押さえておいてください。 はい。ということでね、今回のご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。引き続き、えー、一から学ぶ中学受験算数シリーズの、ちょっとね、応用問題を、えー、頑張ってちょっと配信をしていって、皆さん塾のね、ちょっと難しい問題だったり、ちょっと入試のね、なかなか点数が取りづらいような応用問題もね、えー、これを見てる皆さんは点数がしっかり取れるようにね、配信を頑張っていきたいと思います。これからも頑張って毎日配信やっていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ということで、次回の授業もぜひ見てください。次回の授業でまたお会いしましょう。さよなら。